維新と橋本氏が上海電力さんによって手伝ったと言ってネチネチ追求している頭の弱い人がたくさんいて日本人のアホさんに虚しくなっています。入札は個人の判断で決められるものではないのでなぜ橋本氏が変わったと思っちゃったんでしょうか。彼ら行政の入札ルールも知らないでただ先入観と印象で批判してるんでしょうか。いやだから僕その上海電力問題であのまともに追求してる人をまだ知らないんですよね。あの一応僕が知ってる限りの概略を説明すると、もともとその大阪であのソーラー発電の会社募集しますっていうのをやって、であの入札っていうのは条件を提示してその条件を満たしたところを採用する。であの必ず採用しなきゃいけないんですよね、その中から。まあその瑕疵があったりとかその入札条件満たしてないので採用しなきゃいけない、採用しないっていうなんですけど、でその時採用されたのは日本の会社でした。でその日本の会社が買収されたかなんかで上海電力になりましたと。で結果として何があったかっていうと、まあソーラー発電をして発電したそのあの太陽光で発電されたものを大阪府大阪市がずっと買い取るという契約になっていて、でその同じ契約が継続しているので発電された電気を買ってますよっていうだけなんですよ。でそのなんか他の会社より有利に高い値段で買い取ってるとかであればそれはおかしいよねってなるんですけど、そもそもこの値段で買い取ります、皆さんこの事業参加したい人も応募してくださいっていうので入札っていう制度なので、そのめちゃめちゃ儲けるということがまずないんですよ。要はこの値段で買い取ります、誰でもいいから発電してくださいっていうので応募した会社で、なので値段がすごい、その上海電力がオーナーだからといって高い値段を払っているというわけではありません。でじゃあその上海電力がそのなんかじゃあそのに何か便宜を図ってるかっていうと、別にその太陽光で発電する土地だったりなんだりはその会社が勝手に準備してくれて、そこを別にあの大阪府とか大阪市がじゃあその土地使ってくださいとかって便宜を図ったわけでもないんですよ。なのであの具体的にどういうその利益がその上海電力に行ったのっていう話が僕の調べてる限り一個もないんですよね。結局その契約条件通りあの電力が納品されて、その電力に対して買いますよっていう価格で買ってるというだけで、でそれが日本の会社からオーナーが上海電力になりましたっていうだけで、あの何が問題か僕わからないんですよ。なのであのこういう問題なんだよって言ってる人がいれば、あの全然あの僕それ聞きたいんですけど、あの具体的に何が問題なのか教えていただけないでしょうか。であのこれがネットだけで騒がれていて、あの一般メディアではほぼ騒がれてないんですよ。なのであの一般メディアはこれをあなんか隠そうとしてるとか押しつぶそうとしてるとか、ネットだけが真実って言ってる人いるんですけど、いやそうじゃないんですよ。何が問題かわからないから一般メディアが問題と書こうとしてもあの問題になってないんですよ。だから問題ないのが問題なのかな。だからこういう問題なんだっていうのが言ってくれればいいんだけど、で上海電力は中国にある上海電力が出資してるので、その中国の会社が太陽光発電をすることが良くないっていうのであれば、そもそも論じゃあの中国の電力会社はそういうところのあのよあのその太陽光発電を参加してはならないっていう法律を作ろうならわかるんですよ。そのじゃあロシアの会社がなんかあの日本の電力そのなんかソーラー発電に参加するのは良くないよねっていうのであれば、じゃあ参加できないっていう法律を作ろうねでいいと思うんですよね。なのでその何が問題かがわからないんですけど、その問題がないから問題っていう、だから逆にそのなんか騒いでる人たちのあのハゲた人とかハゲた人のなんかあの巾着になってるおばちゃんとか、そこら辺にその具体的な問題を僕教えてもらいたいんですよね。水事業とか同じなのかな。水事業は違います。あの水は独占なんですよ。例えばその東京都での水道事業っていうのを、じゃあそこが他の国に任せましたってなった時に、その他の国の人がサボったら水の質って下がるんですよ。でも電力って、あの、誰が発電した電力でも全く一緒なんですよ。要はその電気使う時にその電気が原子力発電の電気だから質が悪いとか、ソーラー発電だから質が悪いとかないんですよ。あの電気は全く一緒なんですよ。誰が作ろうと、それが別になんかあの死んだ魚をしているおっさんが作ろうと、すげえ可愛い女の子が作ろうと、電気は全く一緒なので、なので水事業とは根本的な話が違います。でその水だったりとか、じゃあそう食べ物だったりとかが信用できない人が作ったものは良くないよね、まだ僕理解できるんですよ。でも電気だよ。その電気誰が作ったかってどうやったって調べようないんですよ。でその質が悪い電気を混ぜるとかもできないんですよ。
なので、そこら辺の何が問題かが僕、未だにわからないので、なんか問題、これが問題なんだってわかる人がいたら教えてください。はい。周波数が不安定。周波数を変えるのであれば、そう、電気を買った後に、別にそれじゃあ、なんか周波数を変えるために、そこら辺なんかコンデンサーとかコンバーターとか、好きに挟めばいいので、で、その、電力が足りてないとか、多すぎるとかっていう問題なんですけど、それは別にその電気の質とかっていう問題じゃなくて、単にどれだけ買うかとか、どれだけ売るかっていう、そういう話です。はい。